はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ本日はですね、はい、ラストリゾート AB スニーカーのブランドですね、はい、スウェーデン発のブランドになります。こちらのドロップ17がデリバリーされまして、人気のですねモック、はい、あとはこのローファーとかが入荷してまいりましたので、まあ、1個ずつご紹介していきたいと思います。はい、では早速いきます。はい、お願いします。お願いします。はい、ではまず VM006 ですね、手前のこのモデルをご紹介させていただきたいと思います。はい、一応形に関してはクラシックなスタイルのモック2のシューズです。はい、まあ、ラストリゾートらしく再解釈されたモデルになっております。で、今回ちょっと新色で、前回も入荷あったんですけど、今回は新色でこっちのサンオレンジ、この色ですね。で、ガムソールのこの色とコーヒービーンとガムソールのこちらのブラウンですね。これはね、履きやすいんじゃない？ね、使い勝手良さそうな、うん、この色が入荷したのと、あとまあ定番で結構前回もうすぐ完売しちゃってサイズかなりかけてたんですけど、ブラック、ソールもブラックのものが、はい、再入荷いたしました。で、前回から引き続きこのグレーもまだ在庫がちょろっとあるんで、一緒にちょっとご案内です。で、あともう一つ人気の品番ですね、VM005 パステルローファータイプです。まあ、こちらはスケートももちろん日常使いもできるようなクラシカルとモダンが融合したようなデザインになっております。で、前回から色展開としてはダスティーブルーが VM005 で出てきたのと、はい、フィグかな、こちらの色分かりづらいかな、なんかボルドーとパープル間ぐらいかな、うん、の色味のこの2色で入荷してまいりました。はい、一部もちょっとサイズ掛けもあったりするんですけど、まだ比較的選んでもらえるんで、うん、うん、菊池くんはこっち履いてるね。僕はね、このモックのそれもドロップ16巻で出たこのブルーを履いてるんです、モックの。数ヶ月履いて色がちょっと薄くなった感じかな、うん、これと同じですね、うん、いいね、これはいいんですよ、毛羽立ってきた感じです。履き心地いいよ。履き心地もいいです ね、 ね、これ目当てでご来店されるけど、まあ、この2つが最近多いですからね。はい、でサイズがかなり欠けてた中、うん、再入荷で新色も揃ってるんで、ぜひこのタイミングで店頭でお試しいただけたらなと、はい、こういうオレンジとかも、うん、なんかそこまで発色がなんか奇抜な色ではない、ちょっと落ち着いたオレンジ、ね、実物そんなになんか色味きつくないよね、うんうん、結構合わせやすいと思う、差し色にもいいと思います。はい、はい、定番に使うならブラックとか、こっちのダークブラウン、これいいよね、ブラウン、ね、これ何でも合いそう、うん、うちにある洋服はなんか相性良さそうな感じだね。で、一応この他にも入荷してきているんで、はい、それぞれまたご紹介させていただきます。はい、はい、ではこの2つ以上ですね。はい、では続いてのモデルですね、まずどうしようかな、こっちの既存のモデルだったら VM004、はい、こちらご紹介させていただきたいと思います。ラストリゾートのチームに所属するライダーですね、クリス・ミリックのシグネチャーモデルになっております。で、こちらに関してはラストリゾートでは珍しいんですけど、2のところにこう T 字の2になってますね、まあ、オールブラックでレザー、これも使い勝手いいんじゃないですかね、うん、だからラストリゾートちょっとキャッチなイメージのシューズも多いですけど、比較的シックな雰囲気ですかね、うん、オールブラックいいよね。これいいね。ね、なんかだけど雨にも大丈夫って書いてある。あ、そうなんだ。ある程度雨にも強く。まあ、ワックス加工が施されたタイプらしいです。いいね。スケートもできるわけですね。ね、ディテールはちょっと盛り込まれてるんですけど、うん、オールブラックなんで、そのデザイン的にしつこくないかなっていうモデルです。で、こちらと合わせて。もう一つ、これ完全新型ですね、はい、今回のドロップ17からのニューモデル CM002 です。で、こちらが CM001 のローカットをベースにアップデートされたモデルになってます。はい、で、一応中に関してはこれテリー素材の裏地になって、うん、で、あとはメッシュとレザーのミックス素材になってるんで、はい、まあ使い勝手もいいですかね、うん、一応 VM シリーズに比べてフィット感はちょっと高めの設定になっているんで、またこちらもいつものサイズっていうか試着して選んでもらった方がいいのかもしれないです。うん、
なんかスタイリッシュなイメージがあるんだけど、ラストリゾート。うん。なんかポテッとしてて可愛い。ね、ちょっとボリューム感あるね。うん。なんか一応商品説明にもあるんですけど、外しで履く感じもいいのかな、はいはい、スラックスとかちょっと綺麗な格好とか。確かに。今日菊池くん着てるようなジャケットの外しで足元これみたいな、すごいいいんじゃないですかね。でちょっとラストリゾートなんか気に入っていろんな種類買ってくださる方いるんですけど、雰囲気変えるならこれもなんか今までいない感じなんで、すごいいいんじゃないですかね。この系のシーン型とこれいいな、好きでしょ。これ好きなんですよ。これはこっちかな。いや、これ履き込んだらすごい良さそう。いいですよね、うん、汚くしたいな。これだけシューターのとことかが、画像とか差し込んだら分かりやすいかな。うん、シューターとかがまたちょっと他とデザイン違うんで、うん、細かいところも新鮮味あるかなと。はい、はい、一応この辺と、あとテーマモデル一部色違いというか今までなかったカラーも入ってきたんで、そちらもご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、今回入荷してきたのが、まあ、定番の VM001 のスエード。こちらが先ほどもあったんですけど、ダスティブルーがこの形で入荷してきました。まあ、この色、うちだと欲しいカラーです。まあ冬でも全然この色いいんじゃないですか。でもう一つが VM003。さっき VM005 であったこちらのフィグのカラーも、VM003 になってますね。これはもう色味、実物見た方が、まあオンラインのページの色とかも比較的近いかな。そうですね、ほんの少し商品写真より気持ち明るいかなぐらいです、うん。まあ、この辺は定番なんで、色違いまあ欲しい方、はい。で一応こんな感じかな。ドロップ17、今回の新作で入荷してきたのは一応この値になってて、既存のモデルもまだ一部在庫も揃ってたりとか、ちょっと早めに入ってきたコーデュロイの前回の入荷したモデルなんかも時期ちょうどジャストになってきたかなと思うんで、はい、ぜひ色々揃ってるタイミングでご覧いただけたらなと思います、うん。そっか、ローファーは黒が入ってこなかったわけですね。そうだね、前回そっからってこっちの VM005 のブラック、うん、やっぱ定番で欲しいって方とか、まあ、入荷の前に問い合わせもあったんですけど、今回ちょっとブラックがないんで、ブラックなしの色物に。いや、そうなんだよね。なんでこの辺は、まあ、定番の人気のやつがこれもそうなんですけど、ブラックがある時に揃えてもらった方が、ね、次回黒が出ると限らないんで、はい、大体3ヶ月に1回ペースぐらいかな。そうですね、うん、年に4回ぐらい入荷あるんですけど、色物ばっかりの時もあれば、まあ、白黒、まあ、ソールが白、アッパーブラックの定番の色でいろいろ入る時もあるんですけど、もうその時期逃したらブラックが手に入らなかったり、色物もそれ気になっちゃうことは多いよね。そうですね、なんかうちに1色だけ残ってる色物とか、うん、グリーンとかパープルとかその辺もあるんですけど、この手の色は結構人気だと思うんですよ。それでね、うん、ローファーは早かったもんね。違う、木が早かった。木、うん、めちゃめちゃ早かった、うん。ブラックより先になくなったんじゃなかったっけな。俺が誰よりも早く買ったからね。すぐ買ったね。入荷して1週間後にひとまず菊池くん入ってて、もう気づいたらなくなってたね、うん。あの時まだサイズ選べたもんね。サイズ選びましたね。2、3週間ぐらいかな、うん、で完売してたんで、まあ、今回色物狙ってる方ぜひこの機会にもチェックしてみてください。ちょっと履いてみます。うん、気になるやつ履いてみようかな。じゃあ履きましょうか。はい、ちょっと履いてきます。はい、はい。で僕 VM005 のダスティブルーを履いてみました。はい、なんか置いてみるより意外とシュッとしてるよね。うん、なんか普通の革靴に比べるとちょっとボテッとして置いてると見えるんですけど、履いてみるとなんか割とスマートな雰囲気です。確かに今古着の軍パン合わせてるんですけど、うん、やっぱこういうのの外しっていうか、はい、スニーカー、普通のスニーカーでもいいんですけど、やっぱちょっと綺麗な感じで合わせるのはこのローファーすごいおすすめです。よいしょ。なんか普通の革靴履かないけどこれぐらいだったら確かに履きやすいんじゃないですかね。うん、色味も意外と馴染みです。履きやすいね。ね、さすがこの色選んだだけあるタッセルの感じも可愛いよね。なんかこれ可愛い、ね。これが菊池くんが履いてるのは履き込んだやつですね。わかるかな。どうだろう、若干かな、ね、ちょっと毛羽が出てきたりとか
こんな感じ。実物履き込むとめちゃめちゃいい気がします。やっぱスウェーダーちょっと汚いぐらいの方が個人的に、ね、なんかかっこいいかな、ね、ちょっと味出るぐらいで、そうですね、ぜひ履き込んでいただきたい品番です。はい、じゃあまずはモックから履きます。はい、まあ、いつも履いてるんでだね。サイズ選びとしてはいつも通りのサイズ感で僕は問題ないかったからですね。ああ、モックはね、うん、確かに、うん、普段27とか 7.5 とかバラバラなんですけど、うん、まあ、そこら辺で全然問題なかったんで、うん、そんな特殊して大きい小さいとかあんまないかな。ローファーとかちょっと見た方がいいかもしれないです、ね、ああ。今日デニムだからワイドなんか何でも合うね。オレンジいいな。色物しか見てないからな。結局色物ばっか食べてくからなんですね。ねえ、でもラストリゾートは特にいいよね。そうです。スウェードの色物が特になんかいい色してます。はい、履いてもらいました。はい、はい、これがモックのオレンジですね、うん、思ったより奇抜じゃないでな、さっきも言ったけどね、うん、普通にベーシックなインディゴデニムに、うん、別にいいよ、そんなやりすぎて見えないよね。今日ぐらいのこのスタイリングで履いてもらっても、はい、こんな風にですよ、なんか割と気にせず履いてもらいたいね、うん、でサイズ感もやっぱりいつも通りは全然大丈夫ですね。うん、これ 27.5 だったね。これ7.5、うん、ちょうど良さそうなのかな、うん、全然問題ない。まあ、ちょっと若干絞れるけどね、絞れるからね。ああ、そうだね、効くは絞れないけど、うん、まあ絞れるんでね、まあ多少抑えは効くんじゃないかと。この同じ色のマルヒもいいよね。オレンジのオレンジそう、いいよね。今日ソックス合っとんな。ん？ソックス合っとるな。あ、今日はソックスはカットレートですね。持っとるね。です。はい、あともう一個CM002 新型化ね、結構気になってた本命じゃないですか。これちょっとまだ履けてないんでね、ね、試してみたいところです。一応その CM002 にも 27.5 か 7.5 です。商品説明には一応フィット感がちょっと高いモデル、ここなんかいつも違うモデルですね。ちょっとデザインも本当だ、ヒールのとこ全然違うね。裏地の感じわかるかな、これだけテリー素材で。あ、違う違う、結構フィット感ある。フィット感すごいよ。へえ。うんうん、なるほどね。僕ラストリゾートは、はい、何足持ってたんだろう、ね、4足ぐらい、4足かなって言っとったよね。過去にも何足か持ってて、結構買うんですけど、あ、違うわ違う、全然違う。うんうんうん、え、 7.5 で履いてきついってこともない？ないないない、フィット感があるだけで別に 7.5 で履いて、うん、7もいけるけど、7.5 でもいいね。はあ、え、なんか思ったよりそんなボテッとしないの、真っ黒だからかな、かもしれないですね。履き心地いい、めちゃくちゃいいです。へえ、いいね、いいな。ねえ、履いたらダメだね。これいいっすよ。履き心地めちゃくちゃいいですね。ボリューム感いいね。これいいじゃないですか。おや、急に来たね、本命。本命かもしれないね。入れ物じゃないけど、これはいいの。あのローファーのブルーとかちょっと狙ってたんですけど、うん、こっちかもしれないね。これ履いてそうだもんね。菊池くんって割となんかシュッとした靴よりボリュームある靴いつも履いてるイメージが、うん、ああ、いいよ。いい。これ実物の方が素材のコントラストわかるよね、うん、このラバーのソールにスウェードのアッパー、ね、はい、表側にメッシュ、うんうん、真っ黒のスニーカー、使い勝手いいの探した方これいいんじゃないでしょうか。はい、おすすめです。はい、じゃあ履いてみるのは以上かな。あとはまあ定番品なんで、うん、ちょっと目立ったやつ履いてみました。はい、はい、では以上ですかね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では今回のラストリゾート新作のご紹介以上になります。はい、はい、で今回、動画の中でもお話ししましたけども、新作に合わせて、前回入荷したモデルもまだ一部ご用意ございますので、はい、ラインナップ、まあ充実しているタイミングで
ぜひご覧いただけたらなと。一応名古屋店が結構メインで揃ってるのかな、うん、そうですね。ですね、四日市の方でも一応取り扱いできますので、気になるモデル、アクセスしやすい店舗にご連絡いただければ、在庫の方とかもご用意させていただきますので、はい、ぜひ店頭でもオンラインショップの方でもご覧いただけたらなと思います、はい、では本日以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。